便りです。今回は日田川開き観光祭のお知らせです。その前に、先日来の地震で多くの方々からたくさんのお電話やメールやお手紙をいただきました。誠にありがとうございます。おかげさまで喜山亭は建物や温泉への被害はなく、平常通り営業いたしております。さて、今年の日田川開き観光祭はいつもの通り執り行います。5月21日、22日の2日間でございます。昼間はどんたく隊や音楽パレードや市民団体によるパフォーマーが繰り広げられます。夜は投資で1万発余りの打ち上げ花火が三隈川を彩ります。この花火は喜山亭の各お部屋からもご覧いただけます。もう少しお部屋のご用意とかできるようでございます。どうぞお声かけくださいまして、喜山亭へお越しくださいませ。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。